誠です。今日はね、アレクサンドロスの渡り鳥の解説をしていきます。で、チューニングなんですけども、レギュラーチューニングのニカポです。で、エレキギターの方も一緒です。レギュラーチューニングです。で、 BPM が135です。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロのアコースティックパートからやっていきます。はい、じゃあ次エレキパートをやっていきます。はい、じゃあここはゆっくりやるんで、はい、じゃあ次 A メロをやっていきます。はい、じゃあそのまま B メロいきます。はい、じゃあ B メロのエレキパートいきます。リードギターですかね。で、次サビなんですけども、一応エレキとアコギ両方鳴ってるんですけど、一番本職エレキなんでエレキでいきます。はい、じゃあ今回はここまでです。で、この続きはまた次回やるんですけども、MV もまだショートバージョンしか出てないんで、またフルバージョンが解禁されたらやっていきたいと思います。で、また定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。